はい、山チャンネルこうです。今日は年末のテントを買っていきたいと思います。今日はロゴスの旅台でやっていきたいと思います。はい、改めまして山チャンネルこうです。今日は魚介祭りということでやっていきたいと思います。あらかじめ、下処理の動画を撮ってるんですけども、じゃーんじゃーん。まずサザエとアワビ、サザエとアワビになります。じゃーん。ベビーホタテ、ホンビノス貝、でっかいですよね。これは我が家のディズニーランド石毛魚類で買ってきたホンビノス貝になります。大アサリと思います。とりあえずラインナップはこんな感じで早速焼いていきたいと思います。あちゃ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 、よっしゃ、もうすぐ分かったから。あ、これはあれ、ほら貝の中に貝が、貝が貝を食べていた。もうすぐ、すぐすぐ、よっしゃ、貝祭りだから、よいしょ。いい匂いですな。おっ、すごい、これ貝の殻でね。あ、もう食べれるんじゃない。ランタンを吊るして撮影していきたいと思います。これ U ジャックのランタン、結構もったいない。あ、うまい。人気商品だそうです。我が家の USJ で買ってきた
本マグロの赤身、脂が乗ってます。いくらですか？599円の半額。うまそうですね。じゃじゃーん、お寿司です。なんだこれ、555円。安かったね。フィーバーしてますな。それの半額。安いね。絶対鼻にくるやつ。今日はこれを買ってあったんで、これ売り切れで、朝日生ジョッキ、これで乾杯していきたいと思います。うわっ、わわわわ、やばいわ。え、なんで？いやダメだこれ。ちょっとじゃあ乾杯。乾杯。よし、すごい。うん、なんか1ヶ月ぐらい冷蔵庫で冷やしてきたやつです。うん、うまい。あ、うまいわ、すごい。こんな赤ちゃんな。うん、もういいじゃない。うまし。これはね、普通の箸だと思うんですが、ユニフレームのセットで買ったお箸です。鉄器ってやつか。どうしよう、大丈夫。うまそう。かなり熱いよ。どうやって食べたらいいの？うわ。あ、この黒いやつ。この黒いやつ。いただきます。いただきます。うん。うまい。おいしい。あ、これ。いや、もうガンガンに火が上がってます。ほら、これこの間。ガンガン。じゃあ乗せちゃいますよ。はい。そうだ。うわ、はい、いや、でかいな、これ大きいね。食べ応えありそう、これが絶対食べ応えある。これもうボイルして下処理済みだから、軽くプツプツって言ったらいいのか。うん、どうしたらいいのか。まあ、とりあえず俺もしとく。いや、サザエのすごい磯の香りがどんどんしてきた。いいね。飲みましょう。いや、すごい。で、それ入れちゃおうか。買ってきて、今飲もうとしてる。さて、お、よし。今日買ってきた日本酒、千葉の地酒、木の根。うまそうですね。生貯蔵酒。ちょっともったいないけど、お酒ちょっと入れちゃいます。入れちゃいますよ、うん、どう。おお、we'll be right back.
何でもバレる。それなの、写真撮れない。壊れた。あ、ちょっと待って、熱持ったんだけど。どうしたの？こっちで撮ったの、ささん。もっと撮れるよね。出来上がり。柔らかい、意外と柔らかい、本当に山椒だよ、外にある。それともこのナイフが切れる、切れるよ。すると、うん、これをパカって開けやすくなるんだって。あ、でこれアヒージョ、そうそう、食べたかったね。これはでも外来種だよね。ハマグリが、ハマグリは高いじゃん、高いから、その代わりに輸入されて、うん、確か船橋が発祥の地だよね。はい、それでは木の根、木の根千葉の地酒をいただきたいと思います。これで、これで甘栗を食べてみよう。はい、いただきます。木の園ね、ま、あ、久しぶりに甘栗いただきます。うん、柔らかい、いい味してる。バターの味があるね。バター、ニンニク入れないのよかった。うん、柔らかい、うん、柔らかいな、うん、よし、おちょこいいでしょ。これ献血でもらったんだっけ。1個ね、10回献血したらいただいた。これが下が黄色いやつが献血でもらったやつ、うん、あ、そうなんだ。で、1個だけだと寂しいから、うん、メルカリで探したら、うん、同じのを出してる人がいっぱいいて、それでこれ買ったの。しっかりよくサザエの力ひどっ、わさび程度もしということで、アワビ、サザエ、ホンビノス貝、それからマグロ、寿司も、まあ、海鮮祭りを、やってるわけなんですが、すごい、見ていただけますか、ホンビノス貝の上にサザエが乗っかっちゃってるっていうかね。サザエ行きたいと思います。サザエじゃなくてアワビ。今日は正直言って盆と正月がいっぺんにやってきちゃったってやつ。でもね、この日
山チャンネル GO は、まあ、美穂さんもそうだけど、生まれた時からアウトドアですから、はい、もうかれこれ、そうですね、アウトドア歴半世紀超えたね。今度飯作ろうかな。山チャンネル出て、スローガン、生まれた時からアウトドア。若い頃は60までが寿命だと思ってたんでね。そう、今私の目標は80歳。え、70とかじゃなくて、うん、85年後には目標が多分100歳。これはね、大体このぐらいに、このぐらいになるのって10ヶ月から1年なんだって。全然まだ、なんかもう開発してるそういうわけじゃないけど、一応さ、これ危険だけど中は普通らしいよ。なあ、飲んで酔っ払ってますか。じゃあ次の、いや、次のお酒は何これ。次のお酒はストロングレモン、ダブルレモン0%、ダブルレモン 9%、 健康にいいやつだね基本お酒の健康にはいい。確かに開けない。すごいレモン。いや、すごいレモン。すごいレモン。9% だからね。しかも、これあれなんだっけ、糖質ゼロ、プリン体ゼロ。一応、うちが買うのは基本それを選んでるつもりなんですけど。うん、とにかく、尿酸値が高い私にとっては。プリン体ゼロが大事です。うん、大事です。あ、でもこんだけ長い動画撮っちゃって、どうすんのこれ。300分ぐらいなんです。参ってない。見て、うん、どれかわいくない。ほら、ちっちゃいのこれ。聞こえてるのか、こうしたのどこらいなんでしょうね、成分でちっちゃい。すごいちっちゃい。これ殻ごと食えるんじゃないの。いや、食べれません。殻ごと食えないんだ。食べない。そうなんだ。もう一度贅沢です。もう食べれる。まあ、完全に開いてたら食べれると思う。これでも見た目的にはそうです。食べる。本当は蓋欲しかったな。でも蓋閉められないもんね。蓋あったな。ここだよ。ちょっと待って。はい、そろそろ開きにしたいと思います。コンビニスライはね、ちょっと大きすぎて冷凍してたんですが、焼けませんでした。それでは、またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。